こんにちは、ザッピーです。今日はビートルズが世の中に出たことでどれだけ、世界の楽器メーカーですね、ビートルズが使っていた楽器メーカーが潤ったかという話をしたいと思います。もしかするとこれ前にも同じのやったかもしれないんですよね。僕もちょっと最近ね、インターバルが長いのでちょっと前やったのをね、完全に覚えてないんですよ。なのでもしこれね、前やったよっていうことだったらば、下の方で教えてください。コメントで教えてください。すぐこの動画は下ろしますので、その場合はちょっと申し訳ないんですけどね。自分としてはやった覚えないんですけれども、もしかするとね、なんとも言えないんですよ。はい。で、ビートルズが出たことで楽器メーカーが潤ったっていうのはもう想像つくんですけれども、ただですね、ビートルズが出たことで、楽器だけじゃなかったですよね。当時思い出せばね、冗談抜きで、ファッション、マッシュルームカットが流行って、床屋も本当にね、忙しくなったんですよね。本当に。それから、これ音楽が流行れば、当然楽器は売れるんですけれども、同時に、これも当然なんですけれども、ステレオですね、ものすごい売れ始まったんですよね。それまではあんまりこう、いいステレオというか、モノラルの安いものしかなかったんですけれども、一気にステレオが売れ始まったというのもこの頃からですね。で、ビートルズ後期になるとテープレコーダーが出てきてね、テープレコーダーからカセットレコーダーにね、移っていく値っていうのは爆発的に売れてましたね。これ当たり前ですけど、音楽があるから売れたわけですよね。ビートルズが相当貢献しましたよね。でもっとね、僕なんか身近に感じたのはスタジオが増えたんですよね。その音楽スタジオですよ。それまでバンドやる人間なんてほとんどいなかったんですけれども、ビートルズが出てからバンドをやる人間が当然増えますよね。練習場所がないんですよ。家ででかい音出すわけにもいかないし、となるとスタジオが増えたんですよね。ビートルズが出なかったらそういうことは本当に起こんなかったと思いますね。ロック産業、音楽産業って一言で言いますけれども、いろんなものが爆発的に変わったと、もう激変したというのが60年代から70年代くらいの、ビートルズ現象だったと思いますね。はい、ちょっと長くなりましたけれども、では早速、当時ビートルズが出現したことによって楽器メーカーはどれほど潤ったのかっていう話をね、振り返ってみたいと思います。こちらです。一番端的に、その現象が見えるのが1964年2月9日ですね。エド・サリバン賞にビートルズが出演したことで激変してしまったということなんですね。ビートルズが使った楽器ごとに見てみるとこれがよくわかるんですよ。一つ一つ追いかけてみたいんですけれども、リンゴが使ったラディックですよね。はい、これ面白いんですよ。エド・サリバンで初めて製品がテレビに出たということでオーダーが爆増したということですね。でそれも夜中の1時くらいまで工場の生産ラインを動かしたわけですけれども、それでも追いつかなかったと。で9ヶ月納品遅れとなった。8万5000オーダーが滞った。ドラム生産ではバスドラムに必ずラディックのロゴを入れるように注文が入った。ここにラディックってね、これ入ってるから同じように入れてくれとね、ラディックという名前が入ってる、同じドラムを使ってるから意味があるんであって必ず入れろということですよね。だからギターでギブソンと入ってるか何も入ってないか、もしくはグレコなのかわかんないけど、とにかくそういうね、違いがやっぱり気になってくるわけですよね。そういうことだと思いますね。でそれまでは営業といえば毎晩ライブバーなどに出向いて演奏が終わってからドラマーに話しかけて製品を使ってもらえるようにお願いしていたっていうことなんですね。もうマントゥーマンの営業だったわけですね。逆に言えば使ってる人がそんな多くなかったわけですよね。プロのドラマーとかある程度限られてくるわけでしょ。でそれが全く不要になってしまったっていうんですね。それまで全く知らない、誰も知らないリンゴという名前も知らないドラマーがテレビに出てから会社の運命が完全に変わってしまったと。つまりリンゴという彼がですね、テレビに出てこのドラムを叩いていたから、ね、会社の運命が変わってしまったというわけなんですね。すごいですよね。次、はい、グレッチはね、前も何回かやった覚えはこれはあるんですよね。でジョージ・ハリスンがグレッチを使ったおかげでそれこそどれほど工場がね動いたかと、
もう半年待ちみたいになっちゃったとかいうことだったので、まあそれも書いてありますけれども、オーダー爆増で半年待ちの状態となった。あの番組エド・サリバン賞ですね、でグレッチがアメリカでトップブランドに仲間入りできたと。まあそういうことですよね。それまでグレッチってそれほどトップブランドじゃなかったっていうことなんでしょうね。何百万ドル広告を使っても絶対にありえない現象が起きた。まあそりゃそうですよね本当ですよね。営業に行って顧客にこれはビートルズが使っているというだけで話は進んだね。こういうことだったんですよね。まあそれでですね、ジョン・レノンのリッケンバッカー、ポール・マッカートニーの、ヘフナー、それからここに出てないんですけれどもボックスアンプに関しての情報もあるので付け加えたいと思います。はい、リッケンバッカーなんですけれども、一気に知名度が上がりオーダーが爆増した。みんなそうですね。で、会社はイギリスにあるものの、ほとんどのファンが錯覚していたため、会社への手紙はイギリス、リバプール、リッケンバッカー社と書いていたっていうことなんですね。全部間違ってますよね。でもそれで、その住所でアメリカのその会社に、リッケンバッカーの会社にちゃんと届いてきたっていうんですねまあ漫画ですよね。で、リッケンバッカー社も他社と同じく、もしビートルズが使用していなければ世界ブランドになっていなかった可能性も指摘されている。まあそりゃそうでしょうね。まあリッケンバッカーのギターっていうのは、まあグレッチもそうなんですけれども、やっぱり使い勝手から言うと、まあギブソンとかフェンダーには若干こう劣る感じが僕は持ってるんですよね。使いやすさとか、まあいろんなね、その音楽に通用しやすい音とかっていうね、融通性なんかに関して言うと、まあ僕はそんなイメージがあるんですけれども、まあでもビートルズが使ってくれたおかげでもう全てを乗り越えてしまったわけですねすごいですよね。で、リッケンバッカーはジョージに12弦ギター、ジョンに1964年325モデルをプレゼントしているね。で、ジョンは1958年モデルと1964年モデルを両方賞で使用したということですね。まあこれに関しては前動画でね、作ったことがありますね。まあジョンはこのモデルは本当に好きだったようですからね。はい。で、ボックスアンプなんですけれども、これも結構面白いんですよね。で、エド・サリバン賞ではボックスの社名が画面に出なかったね、アンプが出てなかったので即効性がなかったんですよ。しかしワシントン DC ね、エド・サリバン賞の後にワシントン DC ってコンサートやりましたよね。で、ここではアンプが映ったので一気に知名度が上昇してしまったわけですね。で、アメリカで初めてボックスのブランドは知られたと。これにて、アメリカでの営業拠点の開設に向かっていったということなんですね。まあ、あの、今はね、ボックスって言えば本当に立派な一流ブランドなんですけれども、あのビートルズが使ってくれたから本当にビートルズの成長とともに完全に上に向いていったわけですよね。まあ、ビートルズがボックスを初めてイギリスで使うときは、なんか記憶ではブライアン・エプスタインが交渉して、まあ、ビートルズが使うからボックスのアンプを、まあ、提供してくれと。つまりミュージシャンが使うから、お宅の宣伝にもなるでしょうみたいなことで、そう交渉があったようなね、そんな気がするんですけれども、でも逆にボックスにしてみればビートルズにその時選ばれて、もうラッキー中のラッキーですねおかげで世界最高のブランドみたいになっちゃったわけでしょ本当ですよね。それからポールが使ったヘフナー、ホフナーですけれども、問い合わせが殺到するもアメリカに販売拠点がないため、これにて営業体制の再検討となったということで、まあ、ホフナーにしてもですね、やっぱりポール・マッカートニーがあんな珍しいベースを使ってくれたことで一気に世界中のブランドになっちゃったわけですね。それまでアメリカに拠点もなかったんですね。だからポール・マッカートニーというかビートルズがハンブルグに来てくれて、その時、まあ、左右どっちでも使えるようなベースをポールが見つけたことで社運が変わってしまったわけですねまあホフナーだけじゃなくて全ての楽器メーカーの社運が変わったわけですよね。まあビートルズはどれだけ宣伝費もらってもね、足りないぐらいですよね本当に。まあ、今だったらね、あのドジャースの大谷がいることで相当広告が入るからっていうんでね、すごいギャラがもらえてるわけでしょうけれども、そういう面もあるでしょうけれども、まあ、今の時代にねビートルズみたいなね、ミュージシャンがいれば、まあ、どれだけね多額の契約金を積んでも各楽器メーカーはビートルズに使ってほしいでしょうね。でも当時は、まあ、ビートルズも何の欲もなくただ単に使ってたということですよね。だから、まあ、ビートルズのおかげでもう爆発的な利益が上がったっていうのはもう間違いないですよね
はい。で、まあね、こういう現象が起きたということは、まあ、楽器の需要が爆発したわけですけれども、エド・サリバン賞の一晩で、その一瞬にて、アメリカにバンド人口が爆発したということですよね。まあ、おそらくね、このリッケンバッカーとか、ホフナーとか、ボックスとか、まあ、ラディックとか、それからグレッチなんかの会社同士のね、まあ、業界内のね、こう、ミーティングとかあったりしたらば、まあ、お前はどのぐらい売れたとかね、そんな話も当然あったんじゃないでしょうかね。お互いにビートルズのおかげっていうのは知ってたんじゃないでしょうかね。はい。そういう具合だったようです。今日はね、ちょっと楽器という面で振り返ってみました。はい、失礼します。